はゆるラジ担当佐藤かなめです。本日は作ったもの紹介と、あと本日のメニューとしてはドーナツ、シンプルに、でもちょっと可愛くデコりたいなと思ってるドーナツ、キラキラな感じでデコりたいデコりたいから、ベースはシンプルなやつにしようと思ってドーナツを作ることにしています。そしてですね、作ったもの紹介をします。前に、ゆるラジの方で、レジンでこう、小物入れ、ピルケースかな、小物入れを固めたですけど、固めたのね、スイーツを。でその時に周りにこうただホロをつけてたところに、やっぱりキラキラのつぶつぶをつけました。そしてこうジェリービーンズが沈んでたので、ちょっと上にちょっとトッピング、もう一回重ねてちょっとトッピング、ここもちょっとバラのリボンみたいにして、まだですね、もう一回ちょっとレジンコートしたいなと思って、ここ蜜でもいいけど、ちょっとレジンのトロッと感が欲しいので、もう一回レジンをするときに食洗機がうなってますここをコートしたいなと思っています。そしてハロウィンの時にパーツを作ってて、そのハロウィンのパーツでチャームとかを作ろうって思ってたんですけど、こう結構いっぱいあって、次にしたいなと思って、そのまんまハロウィンも飾れるし、クリスマスの時にも飾れるような感じで作って組み立ててみました。ホイップのクリームを絞りながらね、ホイップで接着しつつ盛り上げていく感じで、全部のパーツは使ってないけど、だいたいメインの自分が気に入ってる子たちをくっつけてみました。一番上はね、帽子にした。ハロウィンがメインかなと思って。ので、ちょっと、ジェリービーンズとか、このお星様のスイーツデコじゃないな、これ、レジンのパーツっていうのかな、をちょこちょこつけて、お星様っぽくして、ツリーにもなれるように、ツリーにもなれるようにしました。これでね、飾ってる、こうやってちょっとスクラップっぽい、ゴテゴテでも結構好き。一個ずつ、これさ、一個ずつ作ろうと思って大変だけど、偶然作ってたやつなので、偶然でもこう一つの塊にすると意外と迫力があるのでこれは気に入っています。そしてこの間からちょこちょこスイーツを作ってたやつですね、それをちょっと組み立ててみました。もうこれは動画には撮らなかった、結構地味な作業なのでパチンピン、これは3つ3種類3枚重ねのワッフルパンケーキを作ってたので3種類できました。パチン、落ちちゃったパチンピン3色っていう感じかな、いい、ここに置いて。そしてこれはね、ちょっと一番最後にこれ作ったので、ちょっと力尽きて、真ん中のメインのやつは決まったけど、サイドに吊るす、だからちっちゃいチャームをここにつけ、これがね、邪魔にならないやつをつけようと思って、ここでちょっと終わってる。お抹茶のワッフルパンケーキ、オムレットのやつですね。これはちょっと前に作った。デコラジの時に作った。デコラジ2、過去カリーの時に作ったやつですね。これを、で、ここちょっと和物っぽいものとか、和っぽいビーズ、なんかわかんないけど、地味ちょいやつをつけたいなと思って。そして、ピンは、4つは、最初からも作ってたやつ。最初からっていうのは、覚えた時にも作ってたやつなんですけど、あれよね。これ、ただくっつけただけだからね。そう。それで、
これでクッキーと、そして一つこのブルーベリーが気に入ってたので、色的にもブルーベリーのピンを、ちょっとこれアンティークなピンだよね、キラキラしてない、はい、これで。そしてあとこれも前に作ってたあのガムマシーン、キャンディーポットみたいな、ガムマシーンっていうの、これ作ってたので、これをチャームに、それでね、パンダ、メロンパンダちゃん、メロンパンダ、クリームメロンパンダとドーナツを、ちょっとこのキラキラのちょっとおもちゃっぽいチャームを作ってたので、それにつけてみました。どうだ、なんかほらおもちゃっぽくない？さっきこのチャームをいっぱい作ってんのそれで合うやつを選び出して、でこれはキャンディーのプレッツェルっぽい、プレッツェル型のキャンディー、ねじりキャンディーと、この丸キャンディーと、あのキャンディーポット、ガムポット、キャンディーポットで、こんな感じで動きますよ、ちゃんと。はい、これかわいい。はい、そしてこのね、ねじったやつのこのキャンディーがすごい気に入ってるので、っていうかこうパステル系なので、このあのチャームに合うからですね、これはそう、これが気に入ってるって言ってさ作ったやつの、これはシルバー系のあの金具だったので、シルバー系の金具をつけました。シルバー系のチャームだったので、なのでシルバー系にはちょっとなんか目ついてんの、いい、ちょっと薄っぽい色にしました。はい。置いてて。それからちょっとごっつい。あ、こちゃうもん。ごっつい。ごっついからいっぱい下げてみた。ちょっと重たそうなのも下げてみた。あの、パンケーキ。ホットケーキ、と、クッキーと、メロンパンダちゃんと、ドーナツ。この間作ったドーナツを下げてます。こんな、このバッグちゃんも、硬い。いや、こういう感じの。短いよね。本当に、キーなの？キー下げるやつなの？バッグちゃんも。で、この、ちょっととろっと、パンケーキ。ホットケーキ？パンケーキとホットケーキの差がね。とろとろ、蜂蜜。これは蜂蜜だよね。はい、こんな感じでドーナツも全部一個一個ちょっと結構あの気に入ってるものを下げています。よし、はい、ピンボケ出るでこれもパステル系なので、このパステルのキャンディーをつけて、白っぽいドーナツのアイシングのドーナツと、ちょっとお好み焼きチックなクレープ、でもね、ニス、あ、裏側ニス塗ってない感じだね、ニス塗ってたんだけどニス塗ってたよね、うん、ニス塗ったと思う、裏側で。それでつけてみました。まだね、違うやつができた時に、またこう気に入らないやつとか付け替えてもいいかなと思ってます。そしてこれもホットケーキと、これはまん丸のねじねじキャンディーだけついています。そしてワッフルオムレット、いちごのワッフルオムレットと、これも蜂蜜のホットケーキ、こんな感じで、どれを下げるかが難しいよね、バランスがね。そうね、好きなのばっかりだとか、ごわごさごさになっちゃう、ごさごさなんか重たくなっちゃうからさ、こいとこ。はい、そしてこれもシルバーのちょっとシンプルなやつだったので、ちょっとね、白い
マカロンを下げてみました。ホワイティーな感じホワイティーとこのこれとブレス、もともとはねブレスレット用に作ってるんですよね。だから手にもつけられんことはないけども邪魔だよね。でバッグチャームです。バッグのあの取っ手のところにピョンってかけて、つけてできました。これが最近やった作業です。なんかね地味にそんなに見せられるような作業はしてないと。これでちょっとね形になると嬉しいね。なんか、はい、これも金目ショールの方で作ったやつ。結構これだともうちょっと何に下げるかわかんないけど、これピン可愛いよね。このあのスカーフとか留めるピン、スカーフなんかわかんない脇スカートなんかね、これでこういう感じで。そしてですね、あーピンボケてきた、こんなにできました。そしてチャームっぽいのをいっぱい作ってるんです。テレビ、これテレビ見ながらできるので、あのこれマットフォンみたいなとか結構増えてきて、これをちょっとさ、これにあの下げれるようなスイーツの、 あのドーナツを作ろうと思って、ピンクと水色っぽいドーナツと、なんかこうパステル系なドーナツを作ってここに下げれるようにしようかなと思っています。今日の本日のメニューはドーナツです。ドーナツです。なので材料はベースは軽い方が、チャームとしてはあの軽い方がいいので、ちょっとね大きめ、 いつも作るドーナツこんな、あえてごめんこのドーナツよりもすごい大きいのを作りますが、重たく、樹脂粘土だと重たくなってしまうので、紙粘土をピンボケてるのが気になる。なんでその本当にねパルプ、パルピーな感じ、パルピー、パルピー、うん、紙粘土ってさ本当に紙粘土だよねなのでこれね、本当に紙粘土なんですよ。ほんで、こう測って、6杯分ぐらい測った。そこに小さじ、ほんとね、小さじ1杯分ぐらいの木工用ボンドを混ぜてます。これを。あ、こう黄色い木工用ボンドでもね、うわ、から取れなくなった。あんま触らないでしょ。ちょっと手洗った。あの、樹脂粘土ほど、はならないんですけど、ちょっとね少しだけ丈夫になるので、ほんと、うん、置き心地がわからん、自分で包んだんだけど紙切れみたいに、そう形では、あーどうしようかな、ちっちゃいな、もっと大きくていいな、2杯分ぐらいする。そしたらもうパサパサしてるのか、ちょっと、もうちょっとだけ。あんまり入れるとね、練り上げるときに大変なんですよ。ボンドが見えないじゃん、白で。これ、大さじ2杯にした。大さじ1杯より、もうちょっと大きめに、大きめにした。何色にしよっかな、ピンク大好きな、もう12月でびっくりした今12月、本当に早いよ。もう本当にさ週単位じゃないけど、もう1日単位でスケジュールが今年のうちにやらないといかない、いけない、音が山々になってきた。あんまり早くに台所の掃除はしたくない。力いらないんだけどさ、力いらないんだけど、全然軽くてプカプカしてるんだけど、
どう？混ざった？ひび割れそうね。あんまり入れると水浸し、ひび割れ防止にもなるし、生地が丈夫になるので。裏から出てきた。裏から出てきた。真ん中開けるのに丸でもいいんだけど、今日はハート型にしようかな。でもこのハートもあんまりキリッとしたハートじゃないんだよね。あ、思い出しちゃった。これごめんね、ちょっと、ピンボケてる。少しね、樹脂粘土を混ぜる。このぐらい。どういったらダメ？このぐらいって。ドルマ3個。混ぜよう。ひびが入る。いや、乾燥してるからとかじゃなくても、この粘土の性質が、紙だから。今入れた分ぐらいで何か変わるかって言ったら変わらないと思う。ずっとこねてばっかり。ビャーって伸ばすより、ちょっとほら泥団子作るみたい。泥団子。へい。ひびが入る。どうしようかな。ハート型で抜きたいんだけど、最初にちょっとちゃんとしっかり、ひび割れ防止になると思う。周りにこれつけて、押さえる。引き締め。多分、亀之助さんが誰を写していいかが全然わかってないんだと思う。色が薄いから。パステル、私パステル系が大好きなのに、亀之助さんがパステル系が嫌いなんだよね、きっと。なんかあれみたい。こういうおまんじゅうあるじゃん。え、鶴の子？真ん中に、ちょっとね、気持ち、両側に膨れたみたい。裏表、揚げたドーナツの感じ。できるんかな。丁寧にすればひび割れないっていうのが分かった。よっしゃー、これ真ん中さ、もう傾きたいんだけどさ、ハート型にきたいんだけどさ、このハート型がさ、厚みが薄いのよ。だからちょっとなんか気持ち、ひびが入ってきたぞ。ひびとの戦いだね。ひびの戦い。よいしょ。よいしょ。埋もれるんじゃない。こうする。抜き取りたいの。抜き取りたいから、このこと押そうか。えへ、ほら、できた。よし、できた。できたけど難しい、このハートを維持するの。ハートって分かってもないんやろ。これはどうするの？この、端っこ？なんでマシュマロみたいにしてる？マシュマロでもいいよ。マシュマロしとく？でもマシュマロでもちょっと練り直さないと。そんなことしてるとそっちがひびが入ったままになっちゃう。でもいいよ。はい。やばい。あ、いいね。こう、なんか楕円のハートかわいいじゃん。楕円の感じ。はい。そして、かじりたいです。この、お花形のやつ。はい。
で、これはハートのやつをつけたいかな。はい。一個。いちごの生地と同じ要領で、この3色を作ったので、これも全部ドーナツにしていきまーす。で、黄緑か。ね、ラップかけてないとね、大変よ。でもラップかけてちょっと置いとくとしっとりするんだ。わかった、すごい。あのね、紙粘土とボンドと、あの樹脂粘土一この塊ぐらい入れたんじゃ、さっき。でね、ラップにくるんでた、この作業するまでの間。そしたらね、しっとりなってる。やばい。最初のピンクのバサバサの時に、ちょっとこれ色混ざってないよ、あまり。大丈夫？ソーダ味。うん、ソーダ味。なんかね、違う。しっとりしてる。だからちょっと、ラップかけて置いてる間に、ボンドの水分とかが馴染んだんじゃない？よくほら、なんかおうどんの粉とか、なんかパン作る時の粉とかちょっと寝かせるじゃん？あれみたいよ。うん、まさに、こんな感じ。しっとりなってる。ほら、全然違う。あの、引き締まってるの。この生地が。ほら。ほらって言ってわかんない。いや、全然違う。紙粘土じゃない雰囲気になってるわ。やった。いいね。時間置くっていうのを覚えてないとダメだ。今の状態ミックスしてね、しばらくラップに、しばらくって言ってて、このなんか準備したり、手洗ったり、他のやつを色つけたりとかしてる間に、ちょっと放置してる感じ。あの、ラップにくるんでね。ほんじゃ全然違う、雰囲気が。雰囲気？感触？感触全然違う。だってほら、この時点でヒビが入んないもん。結構力入れてる。全然気使わなくていい。最初の頃気使ってた、めっちゃ。気使うわ。気遣い屋さん。ほら。結構、ちょっと待って。この髪が動くのもあれなんだけど、ちょっとあなたたちを叩きのめす恐れあり。叩きのめしそう。大体狭いとこでやって、あの、こたつのテーブルの4分の1くらいのとこでやってる。みんながいるとこで作業したい。テレビ見ながらとか。あ、誰もいないときはこのとこでいいしな。ほら。ちょっと待って。また吹き吹きする。よいしょ。全然ね、使いやすい。よいしょ。よいしょ。あ、と言いつつも、火が入りました。ダメだ。あんま気使わなすぎた今。あ、待って。横に、待って。何忘れてってるかというと、この横の、これ。結構火入った、今ので。気使わないとダメだった。ごめんね。いろいろ気づかない。はい。なんで、おーっと、これ、あ、抜けた。やばい、お腹鳴った。お腹が鳴った。こっちお腹が鳴った。やばい、どうして？食べたんだけど。はい。でも最初のピンクをやった時のヒビとは全然違う。あれ、さっくりヒビが入ってたよ。あー、かわいいな。いい
感じ。じゃあガブッとかじります。どっちを持ってみましょうかな。ソース塗る方と、こっちが、こっちが、こっちがそこか、こっちが、はい、ガブッ、チール、チール、はい、これで、ソースのとこまでやれるかな。これで、いや、これ別にハートでもいいなとは思うんだけど、綺麗に傾ける自信がない。綺麗に傾けてきた自信がない。ハートにしてみる？これ。ラムネって感じです。はい。あ、サブパーツもこれ。自分がどっちにソースを塗りたいかを考えて。よし。じゃあソースを作ります。セメダイン系のソースじゃなくて、今日は、粘土系のソースを作るので、なので、すぐ、粘土同士なので、どうしなので、全然、乾かなくてもできる。これを、水でと言いたいところです。これに、今日は。前のやつが全然残ってるんですけど、わかんないとこに行ったか。ちょっとボツボツあるんですけど、4等分中にも絵の具を入れてます。ここにね絵の具を入れてます。そこに入れて、足りると思うんだけど、足りなかったら、あ、すごい色すごい色、体に良くない感じのこれ。いいね。あー、いい感じですね。ピンク。大好き。あ、少しずつ分けた方が、混ぜやすい。ダマも。まあ、少しぐらいダマがあってもいい。混ぜよう。ちょっとこれメタリックブルーみたいなの入れちゃったな。メタリックブルーと普通のブルーも入れたんだけど、普通のブルーどこ行った？そこにほら黄色の絵の具入れて、そしてトッピングはいつもレジンで使ってるようなこのなんかこのキラキラお星様とか、まあスイーツデコのスイーツデコの雰囲気ではこの、こういうお星様が粘土っぽいやつかな。でもあとはアクリルのビーズみたいなのとかで、ちょっと、なんかこう、イメカーみたいな感じでやろうかな。よっしゃ、じゃあどれからやろう。緊張してきた。これに、黄色？ブルーに黄色？黄色にブルー？これにピンク？これに黄緑？黄緑？いいよ、それでやろう。はい。いいよ、とか。はい。一気に塗ったらダメでしょ？ダメだよね。ブルーンカーイ。あ、待って。ものすごい勢いで垂れてんだけど、そこ。あ。マヨネーズみたいになって。
なんか塊がタルタルソースみたい固まってたとこが固まってたとこがたどたどしくなってちょっと